雨の板取川温泉オートキャンプ場。第一サイトを過ぎて800メートルほど行くと見えてきます。この坂降りんの？普通の乗用車やったら問題なしだね。おー、滑る。受付が見えてきた。広いね。ワンサイトワンサイトが。巻きはなかなかええ巻きやな。24時間電気はつきっぱなし。ゴミ捨て場分別。私のサイト。私のサイト。炊事場。自動販売機。トイレ。右が男性、左が女性。川がすごいことになってる。昨日の大雨で。シャワーシャワーシャワーじゃない。あ、そっか、トイレやった。男性、開けっぱなし。こっちが女性。このトイレは裏と表だ。トイレは裏と表があるね。川遊びとキャンプと使いやすくなってるかな。普段は浅くて子供に向いてる川らしいけど、だいぶ増水してるね。広い、意外と。
川沿いやないけど、まあ近いね。ここにも炊事場。我が家のサイト、こっちに川の入り口があるんか。ごっつやね。この橋を渡ると虎杖川温泉があります。川の入り口どこ？あ、こんなとこにも電源ある。すいません、ちょっとビデオ撮ってるもんで。ちっちゃい子が川遊びするのに向いてる川らしいけど、カッパやったら泳げるかも。わお。橋の下でキャンプしてる人がいてる、うん、この場所は正解やね。お邪魔しました。そっか、この雨であれやな、タープやんぺして橋の下に逃げたわけや。キャンプ場やわ。さあ、とりあえず我が家へ戻ろう。